ファイア e イはアメリカ合衆国カリフォルニア州ミルピタスに本社を置くサイバーセキュリティ企業。サイバー攻撃の検出と防止、調査により悪意のあるソフトウェアから保護するためのハードウェア、ソフトウェア、及びサービスを提供している。ファイアーは2004年に設立され、当初はインターネットのトラフィックを企業や政府のネットワークに転送する前にダウンロードして、 テストする仮想マシンの開発に注力していたが、他社を買収することで徐々に多様化していった。企業のコンピュータセキュリティの大きな問題が発生した時に専門家として対応することでその名を知られている。USA Today によると、過去2年間にファイヤーはターゲット、JP モルガン・チェイス、ソニー・ピクチャーズ、アンセムなどに対する攻撃を調査するために招集されたという。 ファイアーイは2004年に Q3 マイクロシステムズのエンジニアだったアッシャー・アージズにより設立された。2005年にはセコヤ・キャピタルやノーウエスト・ベンチャー・パートナーズ、2008年には DAG ・ベンチャーズなどから初期投資を受けた。ファイアーの最初の商用製品は2010年まで発売されなかった。同年、ファイアーは中東に進出。 これを皮切りに2010年にアジア太平洋地域2011年にヨーロッパ2013年にアフリカと続々と世界各地に拠点を開設している。2012年から2016年まで CEO を務めたデビッド・デ・ウォルト2012年12月には創業者のアジズが最高経営責任者を辞任し、 旧マカフィー CEO のデビット・デオルトが CEO に就任した。デオルトは同社の新規株式公開の準備のために採用された。翌年、ファイヤーはベンチャーキャピタルからさらに5000万ドルを調達し、資金総額は8500万ドルに達した。2013年末、ファイヤーは株式を公開し、3億ドルを調達した。当時、ファイヤーは急速に成長しており、 2011年には175人しかいなかった従業員が2013年6月には900人にまで増加した。収益は2010年から2012年の間に8倍になった。だが研究開発費などの運用コストが高いためまだ利益を出せずにいた。2013年12月、ファイヤーはマンディエントを10億ドルで買収した。マンディエントは 2004年にケビン・マンディアが設立した民間企業でデータセキュリティ侵害が発生した際にインシデント対応サービスを提供する企業だった。マンディエントは有名なハッカーグループを調査したことでなお知られており、買収前はファイヤーがセキュリティ侵害を特定し、マンディエントと提携してハッカーが誰であるかを調査するということが多かった。買収されたことで子会社となった。 ハッカーグループやその他のサイバーセキュリティリスクに関する情報を収集した共インテリジェンス企業2014年末、ファイヤーはより幅広い製品開発をするための資金集めのためにさらに11億ドルの株式を売却するセカンダリーオファリングを開始した。そのすぐ後に別のデータ侵害調査会社であるウパルスを約6000万ドルで買収した。2015年までに ファイヤーは年間収益が1億ドルを超えていたが、主に研究開発費が原因で、まだ採算は取れていなかった。2016年1月、ファイヤーイは、ハッカーグループや、その他のサイバーセキュリティリスクに関する情報を、収集した共インテリジェンス企業である i イサイトパートナーズを2億7500万ドルで買収した。さらに、IT セキュリティ自動化企業であるインボタスも買収した。 デオルトは2016年に CEO を辞任し、マンディエントの CEO で元ファイア愛社長のケビン・マンディアが公認についた。その後、売上が予想を下回ったことによるダウンサイジングとリストラが行われ、300から400人の従業員が一時解雇された。その後、サブスクリプションモデルへの移行やコストの削減を行い、利益と収益を増加させることに成功した。 2021年6月、ファイアー y はマンディエントの名称を維持したまま、ファイアープロダクツ事業とファイアーの名称をシンフォニーテクノロジーグループが率いるコンソーシアムに売却することを発表した。ファイアーは当初、サンドボックス会社としてスタートした。サンドボックスとは受信したネットワークトラフィックを仮想マシン内で開き、ネットワークに導入する前に、 悪意のあるソフトウェアがないかどうかをテストすることである。ファイヤーの製品は買収によって時間とともに多様化していき、2017年にはアプライアンスの販売からサービスとしてのソフトウェアモデルに移行している。ファイヤーはネットワーク、電子メール、エンドポイントセキュリティなどのテクノロジー製品、セキュリティオペレーションセンターを管理するプラットフォーム、ヘリックスと ハッキングされた後の対応を行う、コンサルティングサービス、脅威インテリジェンス製品などのテクノロジー製品を販売している。中央管理システムは、マルウェアセキュリティインテリジェンスの配信ハブとして、機能することで、WebMPS、電子メール MPS、ファイル MPS、マルウェア分析システムの管理、レポート作成、およびデータ共有を、 単一のネットワークベースのアプライアンスに統合する。ファイアークラウドは個々のファイ r ー MPS アプライアンスで検出されたダイナミックスレッドインテリジェンスをクラウドソース化し、このタイムセンシティブなゼロデイインテリジェンスを頻繁なアップデートにより契約した顧客に自動的に配信する。コンテンツのアップデートには DTI とファイアーラブスが研究努力によって生成したインテリジェンスを 組み合わせたものが含まれる。ファイアークラウドは、個々のファイアーアムアプライアンスによって検出されたダイナマエクスレットインテリジェンスをクラウドソース化し、この時間に敏感なゼロデイインテリジェンスを頻繁に更新されるすべてのサブスクライブされた顧客に自動的にグローバルに配布します。コンテンツの更新には DTI とファイアーイラブスが生成したインテリジェンスの組み合わせが含まれています。 ファイヤーは、著名なハッカー集団を発見することで知られている。2009年10月から11月にかけて、ファイヤーはメガ、d ボットネットの停止活動に参加した。2011年3月16日には、マイクロソフト、連邦執行機関、ワシントン大学、ワシントン大学らと共に協力して、ラストックボットネットを停止させました。2012年7月は、オランダ、パナマ、 ロシアに設置されたグラムボットネットのコマンドコントロールサーバーの分析に関与した。2013年、マンディエントは APT-1 と呼ばれる中国のハッカー集団による複数年にわたるスパイ活動を明らかにした。2014年、ファイヤーラブスチームは大手企業を対象とした限定的な標的型攻撃の一環として新たに2つのゼロで脆弱性。 ナ部 -2014 から4148とナ部 -2014 から4113を確認した。両、ゼロデーは Windows カーネルを悪用しており、マイクロソフトは2014年10月のセキュリティブルテンでこの脆弱性に対処した。2014年、フィンヨンと呼ぶ脅威グループに関する情報を提供した。フィンヨンは公開企業の株価を左右するような インサイダー情報へのアクセスという単一の目的に絞って侵入を行っていたグループで数百社の企業を標的としており特に C レベルの幹部、法律顧問、規制、リスクコンプライアンス担当者、その他市場を動かすような機密情報について定期的に議論するような人物の電子メールを標的としていた2014年 APT28 と呼ぶ脅威グループに焦点を当てたレポートを発表した。APT28 は政府にとって最も有用な情報を収集することを目的として活動しており、具体的には少なくとも2007年以降、APT28 はロシア政府の利益になりそうな政府、軍隊、セキュリティ組織に関する特権的な情報を狙っていたことがわかっている。 2015年、ウクライナ、フィリピン、メキシコ、インドの4カ国に広がる、少なくとも14のルーターインプラントの存在を確認した。シンフルノックと呼ばれる、このインプラントは、ルーターのファームウェアイメージを密かに変更し、被害者のネットワーク内での持続性を維持するために使用できる。2015年9月、ファイヤーマルウェア保護システムの脆弱性を、 報告しようとしているセキュリティ研究者に対し、差し止め命令を取得した。2015年、マイクロソフトオフィスの脆弱性と、Windows の脆弱性という、これまで知られていなかった2件の脆弱性を利用した、攻撃を発見した。攻撃者は、履歴書を装ったマイクロソフトワードキュメント内に、エクスプロイトを隠し、これら2つの組み合わせにより、完全に特権のある、 リモートコードが実行できてしまった。これら脆弱性はマイクロソフトによってパッチが適用された。2015年シンガポールのチームが Adobe Flash プレイヤー r の0で脆弱性を悪用したフィッシングキャンペーンを発見した。Adobe はこの脆弱性に対するパッチを対域外のセキュリティ速報で公開した。Fire はこの活動を APT さんとして追跡している中国を拠点とする脅威グループによるものと考えている。2016年1月、アンドロイド端末に広く存在する脆弱性を発見。これは内蔵されたユーザー、ラジオへのローカル特権の昇格を可能にし、攻撃者が被害者の SMS データベースや電話の履歴を閲覧するなどの活動を行える可能性があった。FIRE は クアルコムに連絡し、同社の製品セキュリティチームと協力してこの問題を対処した。2016年、ベンデッタ・ブラザーズと呼ばれる二人組のサイバー犯罪者を追跡していると発表した。この新種の貴重に富んだ二人は、ボスシステムを侵害し、支払いカード情報を盗み、地下市場ベンデッタワールドで販売していた。2016年半ば、バラク・オバマ前米大統領と中国の 最高指導者である習近平がサイバー犯罪に関して合意。中国で活動している、または中国の国益を支援していると疑われる72のグループの活動がアメリカやその他25カ国に対して行ったネット侵害の成功件数が全体的に減少した。2016年、シーメンス社の制御システムのシミュレーション環境内で実行される 特定の産業プロセスを操作するために作られた X に特化したイロンガテと呼ばれるマルウェアの複数のバージョンを確認したと発表した。2016年5月8日、Adobe フラッシュプレイヤーのこれまで知られていなかった脆弱性を悪用した攻撃を検知し、Adobe に報告。同社はわずか4日後にパッチをリリースした。2016年、 フィンロックと呼ばれる犯罪グループの詳細を発表した。このグループは、主に接客業や小売業をターゲットとし、ポスシステムにして侵入し、数百万件のペイメントカード番号を盗み出し、それを地下市場で販売していた。2017年、これまで公開されていなかった脆弱性を利用した悪意のある攻撃を検知。 マイクロソフトオフィス RTF のユーザーが埋め込み型エクスプロイトを含む文章を開くと悪意のある行為者がパワーシェルコマンドを含むビジュアルベーシックスクリプトをダウンロードして実行することができた。ァイヤーはマイクロソフトと情報を共有し、この脆弱性に対処するパッチを MS がリリースするまで発表のタイミングを調整した。7月、 3万1337ハッカーズと名乗るハッカーがファイヤーの調査研究部門マンディエントに侵入しセキュリティ研究者の氏名やプロフィールなどの個人情報やサイバー事件の概要などを盗んだとネット上に公開した。これに対しファイヤーは情報流出は確認したもののソーシャルメディアから漏れたもので社内への不正アクセスは確認されていないと反論した。 2018年、Facebook が652の偽アカウントを特定するのに協力した。12月8日、FireEye は自社のシステムが一流の攻撃能力を備えた国家によって突き破られたことを公表した。攻撃者は斬新な技術を使用して同社のレッドチームのツールキットを盗み出し、さらにこれを他の攻撃で使用する可能性があるという。レッドチームとは 顧客に対してハッキング活動を行い、悪意のあるハッカーよりも先に欠陥や脆弱性を発見することを任務としているセキュリティチームである。ファイヤーは同日、このツールに対する対策を発表したが、セキュリティ企業がハッキング被害を公表したことで、ファイヤーの約35億ドルと評価されている株価は7%以上も急落した。一週間後、 ソーラーウィンズのサプライチェーン攻撃を、米国をサイバー攻撃から守るための機関である国家安全保障局に報告し、同社のツールが同じアクターによって盗まれたと発表した。NSA がファイヤーから通知を受ける前に、この攻撃を知っていたかどうかは不明である。NSA はソラリウィンズのソフトウェアを自ら使用している。セキュリティ企業マカフィーは、盗まれたツールがアメリカ、 イギリス、アイルランド、オランダ、オーストラリアなど、少なくとも19カ国で使用されたと発表した。1月、去年12月に明らかになった自社及び、連邦政府機関のデータのハッキングに関する調査の中で、ハッキングはアメリカ国内から行われていたことを報告。被害を受けた施設のすぐ近くで行われたため、ハッカーは NSA の監視や国土安全保障省が使用する。 防御を回避することができたという、ありがとうございます。